大井沢ですか。ね、親父がやったもんですから、だから私が親を引き継いで、そうですね、約50年近くになりますかね。はい、まあ、減反調水という形の中で田んぼに鯉を飼い始めたのがきっかけなんですよ、ね、それからだんだん鯉の魅力を感じながら、鯉の収入が、ね、お米よりも多いかなっていうことで始めたのが親父だったんですよね。得意だってね、私ずっとプラチナっていうのが好きでですね、白っぽい、そうです、そうです、それをずっともう飼ってるんですけども、ただまあ大きくしたいなっていうのが夢なんで、なかなかね80センチを超えるのはやっぱりプラチナの場合は難しいですね。プラチナの魅力っていうのはやっぱりこう青い沖に取り上げた時にもう銀びかり鱗までこう綺麗にこう光る魅力がありますよね。こだわってるポイントっていうのはやっぱりですね、まあ餌ですね、餌にやっぱりこうこだわっておりまして、仲間でこう独自な飼料をまあ作っているんですけどもね、ただ餌も高くなってね大変ですけども、そうですね、まあ本当に私こう自然で仕上げておりますので、まあとにかくまあ一応来てみていただいて、ぜひまたね鯉を買っていただければなと思うんですが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます